一番初代のアンジェリークやります。いやこれが私個人的に一番最初に遊んだやつですね。まあでも最初は本当にどういうゲームかもわからずに遊んだから、私小学生の頃に日本語がわからない状態で、ほぼわからない状態でやってた。まあとりあえずやるか。初代はめっちゃいろんなバージョンあって、これは無印だから、アンジェリークってだけだから本当に最初、つまりボイスとかはないです。やるか。でこれはスイッチのなんていうかオンライン、なんていうかニンテンドースイッチオンラインのなんかスーパーファミコン、昔のスーパーファミコンが遊べるやつ。これでやると、これ見るとこのどこでもセーブできるからめっちゃ便利なんだよね。こうだから今ここでセーブしよう、まあ、意味ないんだけど、しかも長押しで巻き戻し、あ、おめっちゃ便利じゃんあと確かちょっと待って、あれ設定ちょっと待ってこの設定、このピクセルパーフェクトとアナログレベル、アナログテレビってどう違うの？でもこっちの比率の方がいいってこと。まあまあ、これ早く始めよう。まあ今回なんかちょっとやる感じですね。私いつも初代やるとき、なんか初代のリメイクもめちゃめちゃもう何年も前だけど、リメイク、あのフルリメイクね、アンジェリーク・ルトゥールというやつで、これあれが初代の完全なるリメイク、あれがもう最新作のアンジェリーク・ルミナライズのさらに前で、あれが初代の初めてのフルボイスだったね。あれの時も私は全振り超速位というやつ、つまり全員攻略して全員振って、全員を告白させて全員振ってからの上速位、その時のセリフを見るというやつをやったんだけど、実はこの一番最初のシンプル、この初代だとさ、振っても上速位した時のセリフは変わらないんだよね。一種類しかないから、だからあまりやる気が起きないじゃあ何を目標にやるのかよくちょっとわからない今回パート1の目標はチュートリアルを全部見ることと、最初の日曜日で公演デートを成功するというのが目標ですね。まあこれいつでも戻れるから、これ絶対成功するわ。このイージーゲームです、これ。いや私は決意したわ。なんかこのアンジェリークはこの宇宙とかなんとか、なんか設定が壮大なんですよねまあでもこの世界観が好きな人もいる。いやでも本当は結構なんか SF 要素もね、だって宇宙だしな。でも本当は宇宙みたいな、なんか宇宙船とかもある世界だけど、なんか中世ファンタジーみたいな見た目なんだよね。なんかでもそもそも正体の主婦生たちも休日は私服、もうめちゃめちゃなんか現代の服みたいな私服着てたわ、その後の作品とかだとね。何の話、早くゲーム始めろよ。一応読むか。これが正体のアンジェリークの時の女王で、このまま、これネタバレか、もう30年前のゲームだから、まあ、この人もアンジェリークという名前ですね。アンジェリークなんだっけ。あ、そう、名字は特にないのか。設定はあるかもしれないけど忘れた。陛下、ではついにあの計画を。確かに困難かもしれない。でも誰かがやらなくてはならないことなのよ。女王の任にはにある誰かが、まあ、つまりこの私がやると。大丈夫です、女王陛下。あの子たちならきっと成し遂げてくれますわ。主人公とライバルね、あの子たち。私が押してんの？押してなくてなんか進んだけど。そうね、あの二人に託しましょう、この宇宙を、未来を、そして希望。押してないのに進んでるけど。あ、これオープニングだからあれ大丈夫？あれ？ちょ待って。あ、まあ、これはいつものやつね。あれ？操作ガイド。まあ、もう普通だよね。でこれがね、なんか乙女ゲームに悪役霊長っていうのはいないのは本当なんですよ。
あんたなの？私の他に女王候補に選ばれな、これが悪役令嬢っぽいけど本当は違う。同じスモリリ女学園の生徒とても大貴族で優等生で、しかも美人の私とは大違いの私か。そういえば何の取り柄もないあんたが、まあ、確かに最初ら辺は悪役令嬢っぽいわ。まあいいわ、どうせ私くしか女王になるんだから、じゃあ扉を開けるわよ。いいわね。 なんで進んだ、あれこれそうだったっけ、このなんか私何も押してないのに、なんかめっちゃなんか進むんだけど大丈夫これ、そうもともとそうだっけ。これほらアンジェリーク無印スペシャルがついてない、つまりなんかなんていうか、スペシャルだといろんなセリフとかイベントが追加されたけど、これはな、は？違う、私なんか絶対違う、これ私が操作してない。私なんか違うのにした？ちょっと待って、これ詳しく。移動って何？なんでいきなり10日目からなの？今回私がやあのボタン押した時に進んだ。さっきのあれでもでもってこと？怖い、どういうこと？いきなりとんこ怖い。あの何も押さないとデモが始まるってこと？そのさっきの、でも私ちょっと押したけど実はさっき。じゃあ今回押さなかったら進まないの？え、私が押した瞬間に進んだ。あ、さっきのあのなんていうかタイトル画面でずっと放置してると自動で流れるやつだから、だから私が A 押しても動かなくて、実はさっきスタート押さないとダメだった実は。やっと変なことになってたけど、やっと始まった、ああ来た、めちゃめちゃ古い。いやまあまあこれもいつも通りね。あーまあでもルトゥールだともう一枚絵だよね。なんかそもそもなんかこの金髪のアンジェリックってやっぱりなんか元気っ子みたいな、好奇心旺盛というか、なんか典型的ななんていうか、なんだか少女漫画の主人公みたいな、なんかちょっとね、次期女王候補に選ばれし者たちよ、女王陛下にご挨拶を申し上げるように。あ、名前決めてなかったわ。ロザリア・デ・カタルヘナでございます。天秤座を守護星座に持ち、血液型は O 型です。わからんこれはランダムですね。なんかときメモ、本家ときメモの藤崎しおりも誕生日は自分で決めれるけど、このロザリアはこれ影響するから、守護星との相性が結構毎回違う。強いかはなんか強い星座と血液型っていうのが存在する。私の名は、いやーやっぱり女攻め中になってしまった私だから、これ決まりってやるとなんか決めてくれるんだよね。名前とはそのものの本質を表す最も重要なもの。人に何と呼ばれるかはとっても大事なこと。自分で決められないなら、名前は本来自分で決めるもんじゃないけどね。なんていうか親に決められるもんだけど。じゃあお願いします。ではアンジェリークはどうであろう。まあ自分と同じ、この今喋ってるこの女王と同じ名前では自分で決めるがよい。受け端しづき、むしろもう全部ひらがなか、もう名前みたいにするか。まあ視認しやすいしこの方が。受け端しづきと呼ばれるのだな。はい、
受けたんしずき、そなたの守護星座は。まあこれわからんから、なんでか、まあこれ今回は本当に適当にやるつもりだから、適当というか、でも普通に私昔なら絶対自分のにする。まあ私本当昔このゲームをどういうゲームかわからない状態で遊ぶのってなんか変に思うでしょ。なんかゲームを買うときにわかるはずだけど、まあ、そもそも私日本語読めなかったし、あとでもゲームのタイトルは一応翻訳されてたんですよ。まあ、俺台湾に住んでる、日本に1回しか行ったことがないまあ台湾人なんですけど、台湾人の小学生がこのゲームのタイトルは翻訳されてて、その翻訳されてるゲームのタイトルが美少女学院なんですよ。このなんか一番最初このスーファミだと正式な名称がないから、なぜか美少女学院になったんですよ。多分ね、なんていうか適当にあのジャケットの、さっきのジャケット絵を見て、なんかどういうゲームかわからんけど、まあ、なんか美少女がで、なんか一応アンジェリーク・ロザリアの絵があって、後ろにいろんなキャラクターいるけど、まあでも全員が男だとはわからないし、そもそもその時女性向けゲームという存在は誰も知らん。女性向けの恋愛ゲームだとは全く知らんから、なんか美少女出てるから、なんかそうだ、あの主人公アンジェリークの服が一応制服ではある、だから美少女学院になったのかなんかだからなんか誤解されて美少女学院というタイトル。じゃあなぜ私が美少女学院というタイトルのゲームに興味を、なんかなぜ買ったというか、まあなんていうか親に頼んで買ったのは、当時めちゃ女児向けのアニメーションとかも見てて、まあ今っていうプリキュアの、あのセーラームーンが好きで、でセーラームーンは実はフルタイトルは美少女戦士セーラームーンじゃん。でそういう日本のアニメ作品ってさ、あの台湾に伝わるとき大体その漢字のタイトルだけ残るんだよ。だから美少女戦士セーラームーンは中国語台湾でのタイトルだと美少女戦士だけなんですよ。あと例えば何ていうかレッツゴーとか、そういう昔のやつ、あのセーラームーンが好き、つまりあの美少女戦士が好きだから、私その当時子供時代は美少女なんとかはなんか女性向けのものだと思ってた。まあ、今だと、ああ美少女なんたら絶対男性向けのギャルゲーとかがつける、しかもちょっとエッチなものとかだと そうなりがち、基本的に男性向けのものだと今は思うんだけど、当時は美少女なんたらは私の当時の女児時代だと、美少女なんたらを見るとセーラームーンだと思って、あのセーラームーンみたいなゲームだからだと誤解して、アンジェリーク、この美少女学院、まあ学院なんか面白そうじゃん、美少女戦士じゃなくて美少女学院、美少女学院だから買ったという謎のきっかけです。実際私やった時もどういうゲームか分かってなかった、恋愛ゲームであることは全く知らなかった、女児だから、ただの日本語よく分かってない女児だから。いやでも私最後までやったよ。いや当時めちゃいろんなゲームやったから、全く読めなくてもなんか結局作業系じゃん、あの読めなくても結構別に長い文章ないじゃん最初以外だからなんかやれるんだよね。でもボロ負けだったけど、よく分かってない時は、まあまあまあそんな感じで偶然、あそうそうそう、その私がこの9人の守護星が全員男性なのを全く知らなかった。普通に何ていうかオリビエとかも、私このちっちゃい頃の私はめっちゃなんか普通に女性だと思った。多分なんかリュミエールも、ね、でもリュミエールは男性だと思ったかもしれないだね。昔なんかリュミエールはなんていうかそういう感じの男性だと思った。まあこの小さいながらね、そういう感じがした。まあまあまあ、なんか多分小さい頃だとオリビエのようなお化粧するやつはなんか女性だという誤解があったんだろうな。まあ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 、まだ女児だから何も分かってないなかったからね。受けたんしずき、ロザリア、女王の名において二人を次期女王候補としてここに指名するな。なんか読むの苦手なんだよな。だって別に日本人じゃないし、絶対変なイントネーションじゃんだから自分のあまり見たくないわ
これからそなたたちはどちらが宇宙を、滑る女王としてふさわしいかを決める試験を受けるのだ。ほら、めっちゃ規模大きいじゃん。次代の女王を試験で決めるのは異例なことであるが、これもそなたたちの優れた資質に期待するゆえ、次期女王として自身の持てる力を示してほしい。試験には彼ら守護生たちと我が代理のディア、あの女王補佐官ね。女王補佐官のディアを使わそう。そなたたちは彼らの力を借りてこの試験を行うことになる。星を導く使命を持つ者たちよ。あ、よくこれ言うな。そして我が志を継ぐ者よ。どうか我が期待に応えてほしい。まあなんかこれ、なんか例えばアンジェリーグ・ルトゥールだと、まあ なんで結構その世界観的な部分をもっと結構描写するんだけど、まあ私そこまで、実はルトゥールの追加の、特に某新キャラの部分は、そこまで好きじゃない。まあまあアンジェリックって設定実は結構ふわふわとしてるから、後付け設定付け放題だと思うんだよね。まあ、シンプルの方が想像の余地があっていいと思う。つまり元々のこの感じでいいわ。多分いろいろカットしたわからんけど。でここでなんか説明を聞くか聞かないかでこの後の結構長さが変わる。私はディア、この試験中2人の相談役を務めます。わからないことがあれば何でも聞いてください。一応こいつ に聞くと、これから何をすればいいか一応アドバイス。そうか、わかった。ちょっと企画思いついた。全部ディアの言う通りにしてみる。ディアの言う通りだけすれば本当に勝てるかどうかやってみるわ。絶対この昔のゲームだから、こんなの絶対やったことある。誰かがやったことあるけど、私はやったことないから、一応やってみるか。私はまあまあ何でも聞いて、じゃあ私本当に何でも聞くよ。試験の方法についての説明をいたしましょうか。まあ、これいいえって選ぶと、ここで守護生の紹介も飛ばされるから、一応聞くか。では、私から試験の方法を説明する。それは新しい宇宙に生まれた新しい世界。ああ、そうか。それが、なんかそれが後の新潮の宇宙かなんか新しい宇宙にも生まれた新しい世界。世界を発展に導く力を持つ我々9人の守護生は、2人の依頼の通りそれぞれ司る力を送る。この力をうまく使い、早く規定に達した者、新しい世界をより発展に導いた者を次期女王とする。まあまあでもなんか育成地はなんか結構なんか一つのところ限定してるけど、あ、なんか、あ、これを聞くとなんか新しい世界全体をなんか発展に導くみたいな感じだけど、結構局地的だけどね。いいな、女王陛下のご期待に、背くことのないようにな。守護生の方々については後ほどご紹介いたします。では受け男子付きロザリア参りましょう。何ていうかアンジェリックスペシャルというバージョンだと、ここからちょっとこの登場シーンはボイス付き。結局こうなってしまうのだなジュリアスみたいな何のモノマネ。クラヴィス、これは女王陛下のご意志なのだ。それに従うのが我々の務め。そうではないのか、光と闇まあ光はなんか真面目、要は真面目系、なんかめっちゃ忠実な真面目系、女王大好きで、なんか闇の守護星は失恋失恋した男ね、結構暗い。まあでもなんかちょっとニヒルな感じ。光の守護星ジュリアスなんかミニキャラがちょっと可愛い。闇の守護星クラヴィス、暗いからクラヴィス、昔はこうやって覚えてたかもしれない。みんなはクラヴィス様。いや私昔最初に見た、なんか何もわからない時に見たエンディングがこれ。いやでも私昔からこれが男だと思ったよね。 なぜか多分なんか悠々白書のクラマとかが好き、なんか悠々白書のクラマみたいな
男性キャラだと思ったかもしれないめっちゃ昔のアニメ、まあ、なんかいろんなアニメなんていうか日本で放映される時期と台湾で放映された時期全然違うから、結構なんか日本ではなんか昔だけど外国ではそうではない場合もあるまあ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 、それにしても悠々白書はめちゃ昔だけどねこのクラフィス様なんていうかこの守護星の間もさまつけとさまつけがない、まあ、つまり光と闇基本なんか何ていうか一番 年上というか多分何ていうかあの時期ですね、なんか先輩後輩みたいな守護星になった時期が違うからみたいな、このなんか光と闇はなんか年長組、あと地ね、地の守護星、あとこの水と炎と夢は中堅組、基本的に だから基本この水のと炎はこの光と闇と地には、え光と闇だけか、なんか 地の守護星ルバって結構舐められがちな, んかおなんか炎の守護星になんかさまづけで呼ばれなかった気がする、まあ、とりあえず基本は決定、しかもこのリュミエルはめちゃめちゃ敬語で喋ってなんか礼儀正しいキャラだからめっちゃさまづけする、さまづけする。この時期女王選出には一体何があるのです、女王陛下のご意思とはいえ、なんかつまりみんななんかこの宇宙がもうすぐ壊れるって知らないから、なんか なんでこんな試験やるのかみたいな話ですね。聞くなリュミエルなんかクラビスってなんか水晶玉持ってて結構なんかいろいろ知ってるみたいなこともある。でこれがプレイボーイキャラね、めちゃめちゃ人気キャラでもさ、この一番最初のこのスーパーファミコンバージョンのこの炎の守護星のこの顔グラ、なんかちょっとハゲそうじゃない髪の生え際がちょっと上でなんかちょっとおでこがね、なんかやっぱちょっと髪少ないっていうなんかもうすぐハゲそうみたいな感じじゃない、なんか、まあ、なんかこれめっちゃ人気なんだよね、なんか面白いから人気、いやわからん、甘い言葉めっちゃほざくから人気ってこと、みんなそういうの求めてるの、私小さい頃から求めてないんだよね、なぜか。プレイボーイキャラだ、この後のセリフでわかる、女王試験か、面白いことになりそうだぜ。ただあのお嬢ちゃん方はこの炎のオスカーにはお子様すぎるかなこいつも22歳やる相手は17歳だけど、まあまあまあ大学生と高校生か、いやお前も言うて大学生くらいだぞまあまあでもなんか一応キャラクター的にはめっちゃなんか大人みたいなキャラだよな本当は大学生だけど、まあ、大学生くらいだけど年齢設定がね、まあね、なあまあまあまあ、炎の守護星オスカー、えこれ幼いとずっとこのまま、いやなんかさ女性はなんか若い、例えば高校生くらいの時期だとこういうキャラになんか悪いキャラとか少女漫画読んでもなんか悪いキャラに惹かれる、こういうオスカーみたいなキャラに惹かれるみたいな話があるけど全然私に当てはまらない。私小さい頃からもう小学生からやってる、まあでも小学生の頃はよくわからない、あのこのゲームがどういうゲームか分かった頃はまあ中学生くらいか、中学生つまりこの今右にいる金髪のマルセルと同じ年の時から可愛い男性キャラにしか興味ない、その時からオスカーには全く興味がない。なんか若い頃はそういうキャラを好きになりがちみたいな現象全くないです。なんかよく、あ昔オスカー好きだけどなんか今年取るとなんか他のキャラの魅力、昔なこのキャラの魅力分からなかったけど年を取ってから分かったみたいな現象も、まあ私ちょっとあった。ジュリアスは昔可愛いって思えなかったけど、もっと年を取ったらちょっとジュリアスみたいな真面目系めっちゃ可愛いと思ったね。でも私の基準は結局最初から最後まで可愛い。まあオスカーもさ、このドラマ CD とかそういう時のいじられキャラのオスカーはめっちゃ面白くて好きなんだけど、
ゲーム本編のキザっぽいオスカーとゲーム本編のなんか総受けっぽい主人公とのやり取りはもう私の趣味とはもうかけ離れてるから好きになったことがないですね。基本いじられ面白いなんか笑えるオスカーだけは好きで、真面目にくどくオスカーはちょっと興味ないっていうね。オスカーにここまで語るねえランディ、みんな何難しい話をしてるの？僕よくわかんないよ。これが私昔このゲームが恋愛ゲームって分かった後はこいつのお尻を追っかけてた。こんなキャラを攻略したかったって思ってた、ずっと。まあこういうキャラだと、まあ、なんか確か何回も言ったかもしれない、少女漫画とかだとこういうキャラが主役なわけない、絶対本命になるわけないじゃん。でも私はこの脇役の可愛い子の方が好きなのに、この可愛い男の子の方が好きなのにって思っても絶対主役にならないから。でもこういう恋愛ゲームだと自分で選べるから、だからこのありがたいと思ったんだよね。結構さ、マルセルとのグラちょっとそこまでショタっぽくないよね。2だとショタ化が激しかったな。この後からめちゃショタ化した。この一番初期のこのマルセルってこの顔だけ見たら、まあ、少年って感じで、まあ、そんなショタって感じじゃないよね。私的に少年キャラって感じなんかそんなに幼くないよねなんか一応私のまあ可愛いからねまあ可愛いままではあるよ。振られた時のなんかもう大嫌いだとか言って、なんかそういうところがいいよ。この子供なんか可愛らしい子供のまま、最後まで可愛いらしい子供のままって言ってくれた方がいいよまあまあまあ、マルセルだが一応マルセル採用しではある。でもな、これはね昔から知ってるからこそのマルセル推し。私例えば私アンジェリーフというゲームを全くやったこともなくて、今大夏目中になった後にこのゲームやったら多分マルセルじゃないかもしれない、チューリアスかもしれない分からんけどね。実は俺もよくわからないんだ。ランディはゲーム本編だと結構なんか爽やかお兄さんみたいな感じだけど、でも例えばドラマ CD とか OBA とかだとちょっと可愛くなるんだよね。まあそのなんか立ち位置的に一応こうなんていうか年少組の3人、なんか3人ずつ年少組、中堅組と年長組、このランディも年少組、しかもいつもこの後に出てくる鋼の守護聖ゼフェルといつも喧嘩してるから、なんか喧嘩してるからやっぱり子供っぽいんだよねなんかそういうと、なんか喧嘩してる印象だと子供っぽく感じる。でもゲーム本編だとそんなにそんな場面あんまり出会いなんか見ないからさ、なんかしかもやっぱりお兄さんぶるしこのランディだ。しかも確か公式の漫画アンジェリーフ初代の漫画、まあ、めちゃめちゃ人気なんだけど、まあ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 いいんだけど、私は別に少女漫画そこまで興味あるわけじゃないし、まあ、要はランディがなんか公式の漫画だとランディが主人公の相手だったんだよね。めっちゃ正統派っぽいじゃんまあだからランディが正統派になったね。まあまあ だからあんまり少女だから、あほらやっぱりマルセルは結局漫画とかで自分で選べないと、マルセルみたいな可愛いキャラなんて誰も興味ないし絶対主役になれないからみたいな感じで、だから私は漫画よりゲームの方が好きなんだよね。なんか自分とにかく私自分でコントロールして自分で決めたいという欲が強いから、昔から。まあ俺やマルセルにはあまり関係ないと思うけどな。いや関係あるだろそうなの？でもそうなのでも常識なんかワクワクしちゃうよね。僕も頑張ろうっと。緑の守護聖マルセル、マルセル、マーセルはは、張り切ってるな。マルセルは初めて、あ、一番新しい守護聖だから初めて本格的に力を使うんだもんな。俺も負けられないぞ赤いマントをつけてる、めっちゃなんか
かっこいいからつけてるらしい。これが元祖ツンデレらしい。カチューシャつけてるんだよな。まあツンデレなんだよな。口が悪い系のツンデレ。まあ可愛いっちゃ可愛いけど、でもこの鋼の守護星と正代の金髪のアンジェリークとのやりとり、そんなにそんなに好みじゃない、そんなに好みじゃないんだよな。なんか主人公なんか能天気な顔してみたいな、なんかちょっとなんか、まあとにかくなんかゼフェルとバカなヒロインみたいな感じになりやすいから、だから好みじゃないんだよね。あ、なんかちょっといきなり思ったけど、ちょっとときめも GS2 のハリーと主人公の関係にちょっと、まあ、違うんだけど、私の中では似てる。つまり私ハリー単体は可愛いけどね。でもハリーはめっちゃ可愛いんだけど、ハリーと主人公のやり取りは全然好みじゃない。ゼフェル単体はめちゃめちゃツンデレで可愛いんだけど、でも主人公とのやり取り全然好みじゃないという。まあでも実はアンジェリーク、いろんな主人公がいる。この2だとね、主人公3つの性格があるから、勝ち気主人公とならめっちゃ好き。あのゼフェルと勝ち気主人公ならね。まあ勝ち気元気恩和、まあ、つまり正体は元気じゃん。このタイプ的には正体だと、あの主人公こっち側が元気タイプで、ライバルが勝ち気タイプ。でもよ、新しい宇宙に行けるなんて、なんか試験用の会場があるから、なんか新しい宇宙のを育成するから、全員もなんか試験用の飛空都市というところを作って、守護星も普段は元々のなんか聖地というところ、元々の宇宙の聖地というところで暮らしてるけど、この上試験の期間は普段なんかその新しい宇宙の飛空都市というところで暮らしてるみたいな感じですね。俺ちょうど退屈してたんだ。ゼフェル、遊びに行くんじゃないんですよ。いいですか、ジョーの存在は宇宙にとって。まったく、まだルバの説教かよ。まあなんか教育係みたいな感じだから、説教じゃなくて説明。はあ、だったんですけどね。いつもながら素早いですね。地の守護星ルバで、これが私昔女性だと思ったキャラ、宇宙を支え世界を導く女王か。これ小安武人だから、武人さんの声だから。キャハ、何みんな向きになってんだろうね。夢の守護星、あの自由人っていう感じだから、あ、夢と地も一応力的には反対、あ、光と闇、水と炎は反対なのは分かるけど、で、あの緑と鋼、あと、夢と地も実は反対の力。夢はなんか自由な感じ、なんか未来のある感じだから、地の力はなんか堅実保守的な感じだから一応反対です。で、緑はなんか自然豊かさみたいな感じで、鋼はなんかやっぱりなんかちょっと機械みたいな、発展するめちゃめちゃ技術みたいな感じだから、上力的にはね。オリビエ、みんな行っちゃいましたよ。ルーバー、あんたはいつもと変わんないね、マイペースの。あ、ルーバー、お、そうか、そうだ、今だったらルパーを一番好きになるかもしれない。一番ウケだから、実はルパーって一番可愛い。は一番なんかおっとりさ、そうおっとりさん、おっとり屋さんみたいな感じ。ああ、そうか。でもこの正体はもうなんか声がないから、そんなのんびり屋さんのイメージがそんなに強くないかもしれない。私は声知ってるから、ちょっとそっちに寄っちゃったけど、ああ結局行かなきゃなんないわけね。でもなんとなく面白くなりそうかな。いや、もう私今録画時間48分だけど、もうもっとカットしてくれ、編集中の私は。ここは新しい宇宙に生まれた惑星の上空です。上試験はこの惑星、いや全部読むとやっぱりかかる、時間かかる。今回はチュートリアル終わりで、もうチュートリアルめっちゃ長いぞ。そしてここがあなたたちの育てる惑星の中央の島。いや、もうあの脱線しない方がいい、もう真面目に読んだ方がいい。
時々突っ込むだけでいい。これはそれぞれの大陸の両端両端から人々を導き、どちらかがこの島に到達した時点で試験は終了となります。それぞれの大陸から一人ずつ人々の希望をあなたたちに伝える役の大神官を選んでおきました。あ、リメイク版にも、あ、でもリメイク版は相手のところの大神官見れないわ。もともとは見れた。ロザリア、ここがあなたの育てる大陸です。この地の呼び名を決めて大神官に挨拶を。フェリシア。はい、ディア様、この地はフェリシアと呼ぶことにします。じゃあね、受け男子好き。こっちはもう私とディア様だけ。ピンクか、自分で色を選べたらよかったのにな。私青の方がよかった。普通に。あ、じゃあやっぱりロザリア主人公だと青になるんだよね。受け男子好き、あなたが育てる大陸はこちらです。ふさわしい名前をつけてあげてくださいね。いや、七文字以内だよね。もうなんか女攻めジャンルにしたんだよな、このアンジェリック・ルトゥールの時は。なんか、あ、そうか、ルミナライズの時か、なんていうか女攻めジャンルが好きかみたいな、途中そういうってなんかそういう質問が出たんだよね。まあこれはないんだけど、女攻めって五文字でしょ。女攻めかい女攻め会にするか、もう全部ひらがなか。女攻めジャンルがいいんだけど、女攻め、これ文字制限は漢字使えないから、女攻め会。あなたの育てる地の名は女攻め会ですね。いや、もっといい名前あるかな。女攻め会にするか。もうめんどくさいから。それでは女攻め会の大神官に挨拶をいたしましょう。あ、やっぱり、じゃあこの女攻め会の大神官っていうくらいだから絶対受けです。あ、見えたです、本当に見えたです。あの夢のおつけは本当だったです。申し遅れました。私はここの大神官となるようにお告げをいただいたです。お名前を教えてくださいです。あの、教えなくても勝手に天使と呼ばれるけど、教えても同じです。私の名前は受け男子好きよ。受け男子好き、それはここの言葉では天使という意味です。嘘つけ。じゃあ天使様で呼ばせていただくです。いいですよね、天使様。いらん。もういらん。なんか なんかみんな天使で呼ばれたいの。私その感性がわからないんだけど、天使って何？天使って甘い言葉なの？なんかそういえばクラビスも言ってたから、多分なんか恋愛イベントで、あ、ランディも言ってたか、振られた時もなんか天使とか、天使なんか臭すぎない？天使ってファンタジーすぎない？まあ私の趣味じゃないな、なんかちょっと違うな。なんか現実世界でいきなり天使とか言われてもって感じ、具体性がないじゃん。なんかピンとこないな、いきなり天使で言われても。まあまあまあ、なんかこれは違うけどね。一応大神官、こっちあっちらにとってこっちはもう神、いやもう天使じゃなくて女神様、もうせめて女神様みたいに言ってほしいわ。選べたらよかったのにな。まあまあ、みんな天使で言われたいけど、呼ばれたいんだろうな、まあ、分からんけどね。天使様にお願いです。私たちの暮らす土地に名前をつけてほしい。え、もう決めてくれたですか。さすが天使様です。私たちの願いを分かってくれてたですね。女攻め会すごくいいです。そうなん。実はもう一つお願いがあるです。今この地ではどうしても人が増えなくて困ってるです。これはディア様、今回はディア様次第ですね。私たちも一生懸命頑張って暮らしているですが、天使様のお力で何とか助けてほしいです。お願いしてもいいですよね。大丈夫ですよね。そんな。自信ないけど頑張るね。ディア様次第だけど。天使様、どうか私たちを導いてくださいです。よろしくお願いしますです。そろそろ行きましょうか、受け男子好き。お願いしますです、天使様。まあここから長いぞ、シュートリアを見ようとすると。
ロケ男子好き、ここは女攻め会とフェリシアの上空に浮かぶ飛空都市です。女攻め会がね、女攻め島、せめて島にした方が、まあでも大陸だしな、大陸だしな、まあどうでもいいや。これ飛空都市がまさかね、この正体の飛空都市がそのままなんかあの、あ、なんていうか、なんか上試験をやる時の会場として、なんか一切新作のアンジェリック・ルミナライズでもこの飛空都市を使ってるんですよね、実は。まあ当然リメイク版も同じ。試験期間中、あなたとロザリア、守護星の方々と私はここで過ごすことになります。それではこの飛空都市についていろいろと案内をして差し上げましょうね。あ、自動的、あ、最初は絶対見なきゃ。ここがあなたの住む特別寮です。早速あなたの部屋に行ってみましょう。ロザリアは放置された。あなたの役に立つものをお貸ししましょうね。だだっ広い。あちらの学生机ではあなたが育てる女攻め会の情報を見ることができます。あの蓄音機にはいろいろな音楽を入れてあります。よろしければ聞いてみてくださいね。ちょっと後で聞くわ。あ、まあベッドでおやすみなさいね。目覚めた時には新しい一日が始まってみますよ。それでは部屋の、これがめっちゃ長い。でも一応説明だけじゃなくて、確か全守護星に会えるはず。